よし。ほっ。聞こえてますかね。よいしょ。ほ。こんにちは。聞こえてるかな。こんにちは。皆さんこんにちは。もしご覧の皆様よかったらコメントでも入れていただけたら嬉しいです。あ、鈴木さんありがとうございます。突然ですが、ライブ配信をFacebook 生配信をさせていただきたいと思います。こんにちは、砂押しりえこです。よろしくお願いします。ぜひコメントなど入れていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、突然の生配信ですが、早速、1曲目、今日は2曲お送りしたいと思うんですけど、1曲目歌わさせていただきたいと思います。1曲目は、こちら後ろのポスターにもありますが、この涙あふれてに収録されてます、温かいものという曲をお送りしたいと思います。ぜひお聴きください。出会った頃と気持ちは変わらなくて、変わったといえば年の数かな。シワと白髪の数は増えてきたけど、一緒に過ごした日々の証だね。楽しい時は二人で笑って、悲しい時は二人で泣いて、どんな時も二人で乗り越えてきたね。いつもありがとう、いつも笑顔で一緒に朝を迎えられた幸せです。同じご飯を食べられて、心も体もお腹いっぱいです。皆さんこんにちは、砂押しりえこです。よろしくお願いします。喧嘩をして家を飛び出した時、追いかけて私の手を掴んだ。初めてあなたの怒った顔を見て、もうそんなことしないと誓った。いつもごめんね、いつも泣いてて、迷惑かけているのにそばにいてくれて、こんな私を信じてくれて、手をつないでくれてありがとう。出会ってくれて、愛してくれて、一緒になってくれてありがとう。大変だけど子育てもたくさん二人で愛を送ろう。いつもありがとう、いつも楽しく一緒に夜を迎えられた幸せです。同じ布団で眠れること、あなたと一緒にいられてポカポカです。温
高いものたくさんあるけど、あなたのこの手がやっぱり一番好きです。ありがとうございます。はい、改めまして、Facebook 生配信ライブを、ご覧いただいてくださってらっしゃる皆様、こんにちは、砂押理恵子です。突然ですが生配信させていただいております。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。今、お届けした曲は温かいものという曲です。本当に一日ね、こう家族で過ごせたりできること本当にありがたいなって思ってこの曲を作りました。皆さんもこの曲を聴いてちょっとでも温かい気持ちになっていただけたら嬉しいです。はい、さて、生配信ライブなんですけども、今日はちょっと皆様に最近感動したこと、最近皆さん何か感動したことってございますか？心の中でも、こんなこと感動したなとか、なんかあればこうコメントに入れていただいてもいいですし、こう思ってもらえたらいいなと思うんですけども、私が最近感動したこと、なんかあったかなって思ったんですけど、最近すごく感動というか感じるんですけど、私8歳になる娘がいまして、最近娘の愛をすごい感じて、それがもう毎日のように、感動なんですよ。なんか突然なんですけど、お母さん大好きってこう来てくれるんですね。で、私も子供の頃思い出したんですけど、こんなこと親にしてたかなってちょっと思ったんです。でもすごくその毎日大好きってこう毎日大好きって言ってくれることってすごくありがたいことで、なんかもう自分にはなんか感動することっていうか、もう胸いっぱいになるものだなって思ったんですね。やっぱり毎日こうワクワクと小さなことでもこう幸せだなってとか、こう大切だなって思うことってすごく大事だなってこう思うんですね。なのでこう皆様も今日は何か感動したことありますか？やっぱりそういう感動できたことにやっぱこれからも感謝をしていきたいなと思います。そして今日ね、こうやってライブ生配信が、できること、そして一人でも二人でも三人でも見てくださることが、あ、みすぶさんありがとうございます。はい、すごくありがたいなと思います。はい、皆様もこんにちは、ありがとうございます。はい、感動していただいて、この感動ということで、私も皆様に何か感動を与えられたらいいなと思います。はい、ではですね、ちょっと2曲目を歌いたいなと思うんですが、ちょっと CD のセットを入れ直します。はい、たまたま Facebook を見たらライブしてました。はい、ライブしてます。はい、ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。あ、ラッキーです、ラッキーとおっしゃっていただけて嬉しいです。ありがとうございます。はい、ではですね、2曲目はちょっと待ってくださいね。1、2、3、4、ちょっと待ってね。はい、2曲目は、涙あふれてをお送りしようかと思います。はい、よかったら聴いてください。この曲はここにポスターがあります。大きなポスターが。はい、この曲は本当に皆様の
まあ、嬉しいなっていう、こう嬉しい涙に、寄り添える曲になってます。こう皆様がこの曲を聴いてもう本当に嬉しい嬉しいってこうね、なんかなかなかこう私は恥ずかしがり屋なので、嬉しい時にこう涙することね、こうなんか避けたりね、なんかあなんかここで泣いちゃうとなんかかっこ悪いしなって思って、なんか泣くのやめちゃったりする時もあるんですけど、でもやっぱりね、泣きたい時は嬉しくて泣きたい時は泣く方がいいなって思うんです。まあ、そんな皆様の嬉しい涙の手助けになる曲になればいいなと思ってます。それでは、涙あふれてお聴きください。ありがとうございます。
涙あふれてありがとう、私に笑顔と生きる勇気与えてくれるあなたの命、この命はみんなの命。ありがとうございます。はい、お聴きいただきました曲は砂押しりえ子で涙あふれてでした。ありがとうございます。さて、私、今月の8日でデビュー13周年を迎えさせていただきました。13周年の日にはSNS などで、13周年おめでとうございますとコメントをいただいたりしまして、本当にありがとうございました。13周年の素敵な声ありがとうございます。コメントも皆様ありがとうございます。13周年の感謝を込めまして、私砂押しりえ子から今この涙あふれての CD を、3名様にプレゼントさせて、いただきたいと思います。先日事務所の西岡社長のワクワクテレビというものに出演をさせていただいた際に、そちらの、プレゼント企画ということでさせていただきました。詳しいことは、こちらの、コメントにも社長のね、の紹介動画を、載せさせていただきますので、ぜひそちらをご覧ください。そして、この CD には私の直筆のお手紙と、そしてこのポスターも一緒にプレゼントさせていただきます。もしね、 CD 欲しい、聴いてみたいっていう方、私の歌を聴いたことある方もぜひ、まだね聴いたことないという方もぜひぜひ応募していただいて、聴いていただけたらいいなと思います。ぜひ皆様からのたくさんのご応募お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。そして続々と、鈴木さんもありがとうございます。素敵な歌声いつもありがとうございます。皆様も今日は突然のライブ配信に関わらず、ご覧いただきましてありがとうございました。また突然するかもしれないのでご覧ください、よろしくお願いします。今日は短い時間ではありましたが、歌をお届けさせていただきました。そしてプレゼントも、今月10月中に10月の、30そうですね、10月中に、そちらも載せさせていただきますので、詳しいことはそちらをご覧ください。はい、プレゼント応募もどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ということで、今日は生配信ライブご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、またお会いできるのを楽しみにしております。砂押しりえ子でした。またお会いしましょう。さようなら。バイバイ。